これだけのでかいカートリッジで 11g って相当軽いと思うんですよね。いいっすね。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はねこれです。じゃじゃん、やっと届きましたね。田中ワークスのデザートイーグルですね。モデルガンです。うん、とりあえずは今回は箱出し内容チェックっていう感じですね。早速パカッと開けていきます。じゃーんね。はい、この棚からしいマニュアルが入ってますね。パーツリストと意外とパーツ多いね。うん、通常分解とクリーニングの方法とね、まあ操作方法などなど入ってます。カートリッジのね構成がちょっと気になるところですが、まずは本体眺めていきましょう。じゃーん、でかいね。カートリッジもでかいね。うん、かなりの重量感があります。ちょっと重さ測ってみますか。おお、すげえ、1キロ超えてんだ。 1045g ね。比較として僕これしか持ってないんで、東京丸いのでデザートイーグルガス風呂です。ハードキックの方ですね。これ測ってみよう。おお、これ1161ね。東京丸いのデザートイーグルの方が重いですね。まあ、マガジン込みでね、亜鉛ダイキャスト込みでって感じになるけど、じゃあもう一回測ろう。カートリッジ1119、カートリッジ7発込みでもね、ちょっとだけ田中のモデルガンの方が軽いっていうことになるんだけど、やっぱりねヘビーウェイト樹脂っていうのがいいですよね。ひんやり感、まあマットブラックなんでね、どうあってもバレルはどうなんだろうね。バレルもヘビーウェイトなのかどうなのかちょっとわかんないけど、スライド引いてみますか。おーね、わすげえな、これ、このスライドの交代量、これはねガス風呂には真似できないですよ。ウェスタンアームズのデザートイーグルだと真似できるのか。これが東京丸いのね、スライドの交代量すげえね。やっぱりこうなってくると、うん、こんな感じでスライドが交代してるとね、わあ迫力あるな。まあイスラエルのミリタリーインダストリーズ社の刻印だよね。まあどこも一緒なんだけどね。デザートイーグル .50AE ピストルって書いてあります。こっち側の刻印はマグナムだね。うん、メイドインイスラエル、メイドインイスラエルって入ってるね。片や東京丸いのは、うん、まあここの刻印はね結構一緒だよね。フォントなり、まあ字と字の間はちょっと違うにせよね、こっちも基本的に共通。ただメイドインジャパンになってる、ここは決定的に違うよね。メイドインジャパンとメイドインイスラエルのね。さあここら辺がモデルガンとガス風呂の違いなのかなっていう感じですね。グリップの刻印はミリタリーインダストリーズ社になってますね。まあ IMI ですね。まあこれは東京丸いのも一緒なんだけど、刻印はね、うん、かなりねこういうトリガーガードの先端とかそれなりにエッジの際立った作りになってるなっていう印象ですね。うん、フロントサイトとかはね別パーツだし、うん、まあヘビーウェイト樹脂ってのもあるんだろうけどね。でリアサイトなんかこれメタルで作られてるんでしょうからね。うん、こんな感じ、ざっくり外観眺めていくとね、こう丸いのやつはここに東京丸いうんぬんかんぬん入ってるんだけど、こっちは入ってないですよね、田中のやつはね。うん、マガジンはねやっぱりモデルガンとガス風呂じゃ全然違うけど、ガス風呂の方はよく頑張ってこの形に近づけてるんだなってイメージはありますけどね。でハーマーがコッキングされた状態でセーフティを下げればセーフティ状態なんだよね。トリガーが空振りするタイプのセーフティです。上げて激発です。こうね。うん。じゃあ通常分解、まずやっていきますか。通常分解ね、まずやらなきゃいけない。マガジンを抜いて、うん。ね。で、ここのボタンを押しながら、このラッチを前に倒すと。これで通常分解できます。まあスライド前にこうずっと抜けてくるんだけどね、このぐらいでもあのバレルが取れます。うん。で、スライドを前に引き抜くことができます。
でリコイルスプリング一式はあのフレーム側にこう入ってる感じなんだよね。で取説にもあったんだけど、この状態でハンマーを起こして激圧するなと、うん、まあこんな感じでハンマーを落とす分にはいいけど、勢いよくバチンと落とすとどっかぶっ壊れるかもしれないよって書いてあったんでね、注意が必要です。でかいわ、でかいでかすぎて面白いね何このカートでかでかいけど軽いね。このカートリッジアルミなんだろうね。でかいけど軽い、これはブローバックをちゃんとさせるための処理なんだね。ブレット部分もこれ多分アルマイトでこの色をつけてんじゃないかなね。でこのまあリムの部分っていうか底の部分ね、これが田中初の 7mm キャップ火薬の仕様なんだっけ。でまあカートリッジ的にはケースね、ブレット部分とケースね、でボトムでいいのかな、呼び方ちょっとあると思うけど、あとはこれねトップの部分かな、でこの筒と、ケースの中にインナー状の筒が入ってるのは田中の今までのものとやり方一緒だなと思って、ある圧力をね高めたいのかなっていう感じです。これがねマルシンの M586686 なんで357マグナムかと比べるとこうですよこれがチャッチく見えちゃうもんね。うん、じゃあもう一個出すと、これがマルシンのガバメントのね、まあ、45口径だよね。こうこんだけ違うんだよ口径がね。うん、こうやって比べると面白いよねカートリッジ。まあこんな感じのカートリッジになってますね。よいしょと45口径と比べても一回りどころじゃねえよね。でかい、すげえね。これが1個ね 11g ね、 11g です。でこれがマルシンの、ガバのカートなんで、まあ、45口径だよね。これが 16g ね、全部真鍮でインナーとか抜いて 16g ね。これがマルシンの357マグナムのカートリッジか。ここが 19g、 結構重いね357か。まあブロバックはしないけどねこっちの方は。ちなみに 9mm のマルシンのカートがまあ 7mg、 7g とね、こんな感じの重量になってますねカートリッジ。でもこれだけのでかいカートリッジで 11g って相当軽いと思うんですよね。うん、マルシンの45口径でケースだけで 16g ですからね、相当軽いです。カートの構成っていうかね、組み立てっていうかね、やっていこうかなと思いますね。このブレット部分がいいですよね、色違いの、まあ、ケースの部分があってファイアリングピンが叩く部品とトップって言われる部品ね、ケースにこのインナーっていうかねカラーっていう、ま、名前だったかなを入れて、こう入れてここねちゃんと出してやって、この状態でまあキャップ火薬ですね、火薬の面を前にしてね、まあこんな状態でそっと置いてやって、でローダーでねスーッと押し込んでやりますね。これそこまで入れればこのパーツ下に落ちなくなりますんでね。でこのトップをちょっと入れてあります。でブレッド部分を閉じてやると。でここで出来上がりと思いきやそうじゃなくて、最後このトップをこの細い方でねここまで押し込んでやりなさいと、細い方の部分でこう押し込んでやりなさいと書いてあります。まあトップっていうパーツを火薬の直前まで押し込んでやると、なんていうかな、僕ねこれ初めに今までの田中のカートリッジのつもりで、まあこのトップを押し込んだだけの状態で弾頭部分をこう押し込んだだけの状態で使ってたんですけど、初めねなんかおかしいなと、調子悪いんですよ。何が調子悪いかっていうと、この状態で使うとスライドのねこう閉塞不良、このぐらいでちょっとね前進しきってない状態で完全に装填されないっていう現象が起きてね、あの不発が
頻発するようになってたんで、あのこれねちゃんとこう押し込んでやれば、あのそういう現象が減りますんでねこれは間違いなくちゃんとやった方がいいかなっていうところですね。このでかいカートリッジをこうマガジンに押し込んでいく作業はかなりいいですね。しかも弾頭部分の色が違うんでいいですよね。これ本当握力があってね、うん、よく言えば廃墟するときにこの先っちょがなくなってりゃもっといいかなみたいなよくないけどね、まあそんな感じです、うん、で、まあせっかくじゃ火薬入れたんでとりあえずね音量どんな音量なのかっていうのだけちょっとやりますんでね、ちょっとだけねこの2発だけ打ってみましょう。111.7dB でしたね。スライドストップきっちり効くし、このスライドの交代量ちょっとビビりますよね。こんな感じでとても調子がいいんでね、うん、カートの作り方だけちょっと気をつけるといいかもしれない。ストップは確実だね、うん、いきます、うん、いいね。ブリーチ部分、まあファイアリングピンがこの白い樹脂製っていうのがちょっと興ざめするポイントかもしんないけど、うん、でもね素晴らしいで、結構オイルが入ってます。新品の状態でこのフレームとかレールとか、あとかなり動かした跡があるんだよね結構チェックして出荷したんだなっていう、うん、印象だけどね。ただ手に入れてこういうあのね、こすれた跡がついてるのはちょっと切ないなとは思うけど、まあこれはね初期ロットの宿命なのかもしれないしね。通常分解するとこんな感じですよっていうところですね。そうそう、どうせならこの動画で、この開封の動画で発火までちょっとやりたいんでね、あのある程度は分解して事前のメンテナンスやりたいなっていうところがあるんでね、まあちょっといろいろバラしますか。じゃあ、うん、マガジンはねここ押しながらこのマガジン元も前にスライドさせれば抜けてきますと。これねちょっとパーツ点数が多いんだよね。ここ押しながらじゃないとマガジンフォローは抜けてこないですね。うん、でこのパーツと、これなんだろう、これ樹脂だねすげえスプリングだな、うん、うん、ね、これまあこれはケースだけど、でスプリングだけど、スプリングがここにこうかね、こう入るようになってますね。このマガジンフォロワーっていうかさ、これスライドストップを上に上げるための部分なんだろうけどね、ここスプリング入ってるんでね、うん、
そのスプリングの下にこのバーが入ります。こんな感じで組まれてました、マガジンはね、うん、でマガジンって一番錆びるパーツじゃないですか。なんで僕は真っ先に分解してこれ全部グリスアップしてからね遊ぶんですけどね。よしと、じゃあこれね、デトネーター、デトネーターも初めにグリスアップしておくと楽なんですよ。楽っていうかな、気分的な問題かもしれないけどね。こう出てきた。はい、これはデトネーターですね。あとバレルにはインサートが縦に入ってますね、こんな感じで、うん。あとどうやって分解するんだろうね、これバレル側はちょっと初めに分解しとかないとね、絶対に。はい、まあ普通のピンだけど入れる方向があるみたいですね。あ、抜けた抜けた、これは抜けんだね、ちゃんバカバカ。バレルウェイトが入ってんだけど、これどうやって抜くんだろうね。ビースで止まってるね。なるほど、このビス外していこう。じゃあ、うん、抜けた。別にビス止め剤が入ってるってわけじゃなさそうだけど、抜けた。こんな感じのウェイトが入ってますね、ビスで止められてます。これでね、一応バレルは全分解なのかな。うん、僕はねどうしても初めにね分解してメンテナンスをしちゃう癖がっていうかね、やらないと気が済まないっていうかね、うん、ハッカカスがどうしてもね至る所に入り込むんでね、うん、セーフティーも外そうか。まあね、僕はこのビスはどうしてもね錆びてきちゃうんで初めに外したくなっちゃう口なんですけど、うん、まあプランジャ、このプレートがプランジャの代わりなんだろうね、板バネっていうかね。僕はほらハドソン時代のデザートイーグルを知らなくて、デザートイーグルは東京丸井のガス風呂が初体験なんでね、すごく新鮮ですねこの感じ。水平より若干上向きでセーフティーじゃない位置なんて僕セーフティー先ねドライバー外しちゃったんで、ストライカーを押し込みながらね抜く感じですが、ストライカーストップが抜けます。そうするとこのストライカーっていうのが取れます。これはね多分ビスねじ込んであって、パーツの強度を増すためにこういう部品構成になってるんだろうけどね。このストライカーストップ抜くとこのセーフティーも抜けてきますね。うん、このスクリュー2個外すのっていう感じだけど、わかりました、外します。でもう一本ね、 K の違う細いやつ、細い芋ネジがここに入ってるんですけど、ね、スプリングも入ってるはずだな、この形状的に。まあこの欠けてる部分にね芋ネジが通るようにするんだろうね。スプリング出てこないかな、うわ出てきたこれスプリング出てきたよここね、うん、こんな感じになってますんでね、ね、こいつほらエキストラクターホルダーをちょっと抜いていきます。はい、抜けた。エキストラクターホルダーですね。エキストラクターを要は保持してると。でここピン打ってあってスプリングが入ってるんだね、エキストラクター、うん、これね、うん、おい、このピンを抜くとエキストラクター、すげえ油入ってますねこれね、すごいな、もうメーカー的によほど気使ってるんだろうね。でエキストラクターホルダーっていうのがここまで分解できます。これねすげえ細かい部品なんで気をつけてくださいね、分解する人はなくしちゃうかもしれないし飛ぶかもしれない。でこのスタビライザーっていうのとスプリングも入ってるんでね、この辺までバラしちゃうとどう入ってたのか分かんなくなると。でこれでねスライド部分は分解できるとこはほとんど分解したと思います。ブリーチは抜けないし接着されてるだろうし、ファイアリングピンもねこの辺も解体できないようになってるんで、あとは逆の手順で組んでいくだけですが、ね、スライド組み直りましたもうね発火前のメンテナンスでどこまでやるんだって感じだけどね、僕長く使っていきたいんでね、どうしてもね発火させたいのは山々なんだけど、こうやっちゃうんだよね、うん。 あともう一つこのバレルとスライドがね組む部分っていうのは、
ここにねこう溝が切ってあるところがあってね、そこでそこからこう入るようになってますね。このずれた状態です。そこからスコッと入れるとね、こんな感じになってます。あとはじゃあこっちもやっていく。一応発火前のメンテナンスね。発火したらどうせ全部バラしちゃうんでね、僕はね。これを外すとこんな棒状になっててね、こう後ろにスコッと外れますね。そうするとね、このグリップの内側にウェイトが両側入ってますね。これ左右違いがあるんでね。あとはここまあ変則的なナットだよねが入ってます。まずトリガーピン抜いていきましょうか。じゃあね、ほんのちょっとだけ今抜けたんだけど、そしたら反対側見てね、ほらスライドストップちょっと浮いてると思うんで、これキュッと戻してね、うん、でまたピンポンチャー当ててね、軽くコンコンしてね、この繰り返しをしていかないとスライドストップを壊しちゃうかもしれないんでね、ここ引っかかってね、一気にズボッと抜けちゃう可能性もあるんで、うん、このくらいのまで抜けるとピンポンチで押しちゃえばトリガーピン全部抜けちゃいますけどね。なんかが解除された音がしたスライドストップ持ってくるね、うん、スライドストップにはスプリングが入ってますね、うん、なるほど。このスプリングの鍵になってる部分がこのフレームの穴に入るんでね、気をつけましょうってことか。動くんだな。あ、そうか、これはトリガーとトリガーバーをリンクさせてるピンなのか。そういうことね。ここのピンを抜くとトリガーが効かなくなると、ハンマーを起こしてもトリガーが効かなくなるんだね。そういうことね。まあこれはね、ちょっと穴位置合わせてピンポンチかなんか入れてやって、ここの見えるかな、ここの部品ちょうど通るところがあるんで、そこ探してもらえばね、あのそこトリガーピンが入ってた位置にピンポンチでも入れてやれば、こうハンマーを落とせるようになるんで、あんまり心配しないでいいんですけど、注意言ったんですけど、この位置までバレルロックレバー回せばよいしょと、このピンとスプリングが抜けてくるんだね。あとはこのバレルロックもこっち側に抜けてきます。ちょっとねここ傷つくかもしれない。もしやりたい人は慎重にやってください。これ外さないとね、このサブフレームは外せないんでね、うん、こんな感じになってます。ただね、ここまでやる必要あんのって、うん、なると思うけどね。あ、ないです。あの僕は過剰メンテなんで、このトリガーバーっていうかさ、これがさ錆びそうでさ、どうしてもここまで外したくなっちゃうんだよね、僕の場合はね、という感じです。次ね、ここのピン抜いていきます。うん、もしかしたらこれがこれを抜いたらハンマービョーンってなる可能性もあるよね。ならない可能性もあるけど、よしと、まあ一応ピンを反対側に抜いて、あ、ハンマーは取れないね。これなんていうピンなんだろう、わかんないけど、じゃあ臆せずこのピンも抜いていきましょう。元に戻せねえってこともねえだろ。どうせシアーの類はカラーで止まってるんだろうから、シアーピンも抜いてみよう抜いてみよう。大丈夫かな。これでいきなりシアーが空中分解とか言うとちょっと切ないけどね。シアーピンも抜きました。ああ大丈夫だね。うん、じゃあハンマーピンとシアーピンを抜いたらシャーシが抜けてくるはず。おお抜けてくるね。おお、これはいよいよ元に戻せるか心配なレベルだけど、うん、フレームとりあえず丸裸になりましたね。マガジンキャッチもじゃあ分解しますか、そしたらね。なるほど、この細いスクリューね、うん、こうマガジンキャッチ抜けてきますと。てかね、これ新品状態で随所に油が入ってるんだよね。うん、まあいいけど、こんな感じでフレームとりあえず丸裸にできましたね。うん、まあフレーム部分が左右に分割されるとね。ここに今トリガー入ってたんだけどさ、トリガーひっくり返っちゃって、うん、なるほどね、面白いね。トリガーのテンションがもう常にこうかかってるんだね。うん、でこれハンマーハウジングか、まあスリーブが入っててスプリングが入ってて、うん、これどうだろうね。おお、なるほど、こいつがシアか。よっと、
こうハンマーを起こしてこの視野を前に引くのかな、押すのかな、あ前に引くんだね。こうハンマーを起こしたらこの視野を前に引いてやるとハンマーが倒れるとね、この視野を前に引くとハンマーが倒れるっていう構造の視野ですね。でここのスクリューでトリガープルの調整できるって書いてあったんだけどね、うん、これでもここまで分解するとやりやすいけどフレームに組まれた状態だとやりにくいかもしれないね。うん、こんな感じかなとりあえず。あとは逆の手順で組んでいきます。僕はここが錆びないようにグリスアップだけできれば OK なんでね、このスプリングとかね、そんな感じになってます。逆の手順で組んでいきます。うん、はい、いかがだったですかね。まだバラバラですけどね。うん、しかしねこのフレームだけでもでかいよね。うんね、とまあこんな感じです。箱出しでとても快調でね、うん、発火性能もいいし、ちょっとねカートの組み方僕初め間違ってて、スライドの変速不良結構起きたんだけどね、調子悪いななんて思ってたんですがね、全然僕の間違いだったっていう感じでね。うん、まあただこのアルミのカートリッジはものすごく傷がつきやすくてちょっとあれですが、まあ消耗品なんでね割り切るしかないかなっていうところです。でかくて存在感のあるカートリッジね、これがやっぱりすごいかな。うん、です。まあシンプルな構造、シンプルか、まあ M9 とかよりはパーツ数も少ないしね、分解もしやすいかなと思うんだけど、であのパパッと最後のコーナーでねパパッと分解しちゃったけど、分解の手順がねあんまり効率のいいもんじゃなかったんで、組み立てる時はねもうちょっと上手にね順番考えて組んでいけるかなとは思うけど、なんでこのバラバラの状態からね組んでいく動画は別な動画にしようかなと思います。うん、僕ねこのなんていうのサブフレームとトリガーバーとこのハンマーハウジングか一気にごっそり抜いたんだけど、あのハンマーハウジングから抜いた方が楽です。2本のピン抜いてね、ハンマーピンとシアーピン抜いてハンマーハウジングをまず抜いてやってっていう方が分解はしやすいですね。なんで組み立てもその逆の手順でやった方がやりやすいと思います。都合100発とりあえず撃ちました。うん、100発撃ったけどどっかが壊れるわけでもなく、バレルが折れるわけでもなく、ファイアリングピンが折れるわけでもなく、ちょっと気になるのがねここのファイアリングピンがこの白い樹脂でできてて、なんかねちょっと先の方が若干ラッパ状になってきちゃったのかなっていうイメージがあるんだけど、見えるかな、これがねちょっと気になるけどね、このファイアリングピンの部分。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。なんかバラバラで申し訳ないですけどね。ということでね、今度は組み立ての動画やります。また別な動画で会いましょう。打つべし、打つべし、打つべし。まあこれじゃ打てねえけどね。またね。